もうちょっといやめちゃくちゃうまいのよ。あの僕入った1999年はですね、あの橋本さん、長野さん、武藤さんもいらっしゃってですね、あのまだ人気はあったんですけども、徐々にこうだんだんこう団体をあの分裂してですね、徐々にこう客席が減っていって、盛り上がりもなくなってきてっていうのをリアルタイムで経験しましたね。でどうしようっていうことに。 えー、誰がどう思って、えー、そうですね、あのー、試合内容を充実させるっていうあの手段もあったんですけども、うん、その前に、あのー、プロレスの良さっていうのはまず見てもらわないと始まらないなと思ったので、日本全国、プロモーションで飛び回りましたね。はい、<ー>大会がある全国ツの前に、必ずその土地に入って、はい、今度、大会がありますよっていうのを。 選手自ら宣伝をして回ってラジオだったりとかタウン誌だったりとかそういうスポーツ新聞のコーナー小さいコーナーだったりとかに出させてもらってそこでトークを磨いたですねトークを磨いたけどでもトークもさることながらもう棚橋さんはやっぱり群を抜けて人気があるわけよなんでだからそういうプロモーションとかは別にしてそれをその2枚目だけどもこう2枚目です。 リング上で心がけてる客をちゃんと喜ばせるコツみたいなの知ってるわけそれはリング上っていうのは四方八方から見られてるのでう嘘がつけない場所なんですね。なので本当に楽しんでやってるのか一生懸命やってるのか全力なのかっていうのは見られてしまうので。あの とにかくあの楽しんでもらいたいという気持ちがまずあるので楽しむったってでも危険も伴うわけですよ。な、うんはい、って今この前髪の横のところの左目のま、はい、眉毛のところのそうですねちょっと今縫ってるんですけどやはりの跡が、はいはい、まだバシができてなくてですねあバシできてないんですか。はい そういうこれえそれは目も入ってるしこれは六割抜いましたねうわはい左目の上もちょっと赤いですよねそうですねこれ血が下がってるでしょううわ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 ちょっと色っぽい感じのアイシャドウ赤いアイシャドウこういうことがねこロっときちゃうのかしらえそれリング上では例えばどういうふうにさっきおっしゃったみたいに何を求められているかを 昔から新日本プレスっていうのは猪木さんのイメージがあってストロングスタイルだと新日本プレスの戦いはこういうもんだっていう姿勢でやってきたんですねでもあの眼光やののお店でうちの味はこうだからこうやってくれっていうようなふうでビジネスが下がっていったんですね。なので 来てるお客さんが欲しい戦い、欲しい味を出すというか、<laughs> うん、創作料理のお店に変えたというか。上手な例えですね、はい。ありがとうございます。ええ、<laughs> で、具体的にはどういうことをしてみたら。あの、はい。特に女の子に受けたっていうのがある。でしょうあ,のうで、ね、あの、プロセスっていうのは先入観との戦いだったんですね。 とにかく怖いとか、はい、プロレスを見たことのない方に聞くと、はい、プロレスって怖いんでしょ血が出るんでしょ、はい、とか痛そうとかういうまあ実際ね,ねそういうのもあるんですけどあの幸いにして僕は周りプロレスラーっぽくないので、うん、はい。うん 体格とかはあるんですけどイメージとか威圧感を与える人間ではないのでそうななんだよ怖い顔じゃないんだうか優しい感じがね女性もそういうところにグッときてるなので僕を見てプロレスを通して見てもらった場合にプロレスの怖さというところが。をまず書き そうですねだから日本全国回りながらプレスのイメージを壊ししてりまたねなのでその僕を入り口にしてプロースを見に来てもらうとそしたら新日本プロースいろんな個性の選手がいるので昔ながらのごっつい選手だったりとかあの今岡田っていう若いスター選手がいるんですけどそういうイケメンでより高い運動能力を持ってる選手がいたりとか。はい ということで僕はここ何年かずっと入り口としてですね、うん、プロスの広報担当としてでも、はい、まあ空中戦も多いんだけど、はい、あの見てて空中戦ってあの<で>あの上からジャンプして上外に飛んだりするやつ、はい、あれは本番でも。 どうなのあの上からはいいやー <laughs> 高いですよ高いでしょうだってそうですねあの上立ったら目線入れたらもう4ル超え,ますよ、ね、超えるでしょ、はい、ダイブするでしょ、はい、もうそれは覚悟決めるしかないですねあれそうだよね、はい、僕はあの時々あの「飛べ!」って言いながら飛んでますね <laughs> 自,分<に>自分に命令しながらもう思い切ってあの、うん バーンとこう飛ぶときにで<も>飛べって、ね、その戦っている相手ともそんなに本気で怪我させたりいけないそうですねギリギリのラインですねそのコツが、うん、相当コツがあるわけですよねあの,ねあのプレスっていうのは年間130試合がありますのでまた次の土地でもその戦いを楽しみに待ってくれる方がいらっしゃるのでそうですよね怪我をするギリギリのラインのダメージで痛めつけて勝つというはいところですね。 致命的な怪我を負わしてしまったら次の日選手出れなくなってしまう。そうそう選手例えばリング外にこういるところの上からグわーってこうジャンプする時、ボキとかなったりもありますね。その時僕この間あのここ目が怪我した時に場外に飛んだんですよ。場外にいる選手の頭とこの目尻が当たってしまって。 ボーンとし立ち上がったら、うん、血が出てて血が出ててなんて話じゃないでしょでててそういっここ来た痛って一でしょ、はい、で僕コンタクトしてたのでコンタクトしてたコンタクトしてやってんですか、はい、危なくないですか、はい、あのちょっと学生の時に勉強しすぎて目が悪くなっちゃうこういうところがうまいんだよね。<laughs> <laughs> すいません勉強もできるんです。勉強もできるんです。はい。恐れ入りました。そうそうなんです。ね、それでコンタクトリチが入って真っ赤の霧がかかったようなところでね<わ>試合しましたけど。うわあー。ああ。 自分の怪我はそれがもっとすごいのはないんですが眼下底骨折しましたねこっちの目のここに蹴りが入ってしまってここの骨に眼球を動かす筋肉が引っかかってしまって眼球が動かせなくなってしまってここの軟骨を移植して胸の下の軟骨を肋骨の間の軟骨を取ってここの穴を開いたところに眼下底に埋め込みましたね。 何日に一度ぐらいお医者さん行くんですかいやでもそういう大きいけいはアクシデントがほとんどなのででもそこを切ったんですよ切開して目の鼻と目の間目の前も動いてるはいそしたらこっちずっと一重だったんですけど二重になったんです転んでもねただでは起きないっていうこの辺がね先生ありがとうって言ってやった二重になりましたっつって 違う感謝をしてしまって、ね、ついでに,いでに、うん、しれった美容整形みたいな <laughs> 人生のモテ期はどうですかって聞いたら、はい、今まで全部って答えるっとす。生まれてからずっとだからモテ期は <laughs> いやいやでも今その若い女性がどん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 棚橋、はい、さんとかそういう人たちにこうファンクラブっていうかついているっていうのは昔とプロレス全然変わってきた感じじゃないですか そうですね。あのー、やっぱりこうずっとこうやってイメージをあの壊してきたのも良かったのかなと思いますし、うん、あのー、少し前は草食系男子とかね、うん、文化系な男子がやっぱこうフィーチャーされたんじゃないですか。うんうん、これジュングリ結構あると思ってですね。さ最近飽きたんだ草食にジュングリありますよ。<laughs> <り>いや,いや確かにおっしゃる通りで、はい、やっぱりね。 頭で何かこう草しか食ってない草しか食ってない失礼だけどそう言って女性はちょっとなんて言ってるとやっぱり田中さんも肉体を見たとすごいマッチョなわけじゃないもう鍛えに鍛え抜くいじめ抜くぐらい鍛えるわけでしょその肉体をさっきおっしゃってましたよこれから俺もマッチョだっていうかいや本当ですよ筋肉年齢関係ないですから筋肉さつけるわけでしょ。それはさもう

なんと表現してここに阿川さんの言葉で筋肉を伝えてください。これはえ腕に漬物石がついてるような感じですけど。まああの棚足調べたんですけどもやはり女性は筋肉やっぱりこう触っていただくともうキャップになりますね。いや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 い触ってやめなさい。気持ちいい感じ気持ちがいいっていう。やっぱこう押すとしての体位みたいなね。そうなのかもしれない。いやでもマッチョでこれだけ体鍛えてね。 やっぱそういうのはどうその今までの装飾系から何からさガーンって反転すると思うわ、はい、俺だって、うん、そうですそれ、うん、マッチョで優しい笑顔ですよ、はい、これがたまらないっていう感じなんじゃないですかマッチョでもう普通ね怖くてもう入ってきただけで怖いみたいに言ったら田さ、うん全然。うん 違うわけじゃない口角がずっと上がってんのよやだ。そうなんですあひる口ができるレスラーあひる口ができるレスラーなんでもだからねもう一緒笑わせるのうまいし本当に前に全日行った女の人勉強もできるし勉強もできるし笑わせられるしすいません悪いとこないんですよねちょなんか欠点ないんですか欠点が見つからないんですけどもやっぱりブーイングされてた時期もあったのであー はい、やっぱそのアレルギー反応というか、見た目がどうしてもこうチャラくて、ナルシストな部分を特化して出してたので。あの往年のプロレスファンの方には、新日本らしくないって、ずっとブーイングされてたんですよ。あ、先輩方に。先輩というか、あのファンの方々に。新日本のファンの方に。の方に、ずっとこう。邪道だと。そうですね。新日本らしくない。 その言葉にもめげずそうですねずっとブーイングされててこう気持ちをね前向きにしないといけない時期があったんですけどもちょっとしたヒントでね<ー> ちょっとたヒントですあの姫路なて言うんですけど巡業中でですね姫路にいてでその姫路のホテルに併設されてたマッサージのおばちゃんマッサージに行ったんですよそしたらおばちゃんとこう会話の中で「体体マッサージなさったのねおばちゃんがやだいいなお前の話がそれちゃっていいなっていうかこの体マッサージするの大変いや多分力入れると思いますけどねものすごい大変だったと思うそのおばちゃんにに僕僕自慢げは 前向きでやってるんですよみたいな話をしたら、うん、あなた、前向きは危険よと、危険、危険で、前向きっていう考え方は危険よと、はい、それはあの現実をあの逃避していること、受け入れてないことだからと、だからその僕はブーイングを受けててもそのうまくそのブーイングをなかったことのようにして元気に振る舞ってたんですはい。はい、でも、まず一回、受け入れなさいと、はい、だからポジティブとネガティブの上位概念に受け入れることがあるのよと。うん、なるほど、はい す要するに客席で部員、はい、がわーって怒ったねあに、ポジティブに、部員、はいまあ、なんか来てるけど関係ないやっていうよりか、はい、まずなんで俺が部員されてるんだと、そこを考えると<う>受け入れると。次の 次やることが見えてくるわよ。そうかそうかだって要するに逃避行動と同じなわけですね。ポジティブは遠いと一緒だっているけど、見てないことにするってことですもんね。なんで俺の良さがわかんないんだってずっと思ってた自分がいて、それは多分俺の友達の六十七のポジティブ進行の爺爺に言ってやりたいこと。じゃああの爺爺年中ッサポジティブだとばっかしやって、俺が言ったらどこだってモテるみたいなこと言う爺爺がいるんだ。お前みたいなハゲいったって。 んで触れったんだかわからないって現実逃避なんですよね。受け入れるっていう行動がですねそれでブーイングの受け入れたらどうした何に気がつかれたんですかやっぱりそのナルシストだったりとかでもそれは僕良かれと思ってやってたんですけどもパフォーマンスに試合の実力がついてってなかったんですね。やっぱその 見た目だけが先行してしまって皆さんを納得させられるような試合とか試合内容を残してなかったからあの部員につながってた本筋をちゃんと抑えてたらどんなに俺はモテるでって言ったって平気なプレスワンもやっぱり皆さん賢くてですねいいものを見せてもらえればやっぱどんな あのレスラーであっても認めてしまうんです。仕事というかね、プロレスでしっかり試合内容を残した。残さないとファンに認められないっていうことが分かったので、やっぱこう試合もね、全力でやるように。ずっとやってたんですけど、そのより技術を磨くようにしましたね。まあ、ありがとうございました。またぜひ遊びにいらしてください。暇な時、大竹メインディッシュゲストプロ。やってきたんですね。でも、あの。 眼光やんのお店でうちの味はこうだからこうやって食えっていうようなふうでビジネスが下がっていったんですねうん、うん、なのであ<ー>あの来てるお客さんが欲しい戦い欲しい味を出すというか、うん、創作料理のお店に変えたというか上手な例えですね、はい、ありがとうございます具体的にはどういうことをしてみたら、はい、あの特に女の子に受けたっていうのがあるんで,しょううですか、ね、プロセスっていうのは先入観との戦いだったんですね ととにかかく怖いとか、はい、プロレスを見たことのない方に聞くと、はい、プロレスって怖いんでしょ血が出るんでしょ、はい、とか痛そうとかいう、はい、まあ実際ね、えー、そういうのもあるんですけどあの幸いにして僕は周りプロレスラーっぽくないので、うん、はい。うん 体格とかはあるんですけどイメージとか威圧感を与える人間ではないので怖い顔じゃないんだいな優しい感じがね女性もそういうところにグッときてるなので僕を見てプロレスを通して見てもらった場合にプロレスの怖さというところが。をまず書き だから日本全国回りながらプレスのイメージを壊して回りましたね。なので僕を入り口にしてプレスを見に来てもらうとそしたら新ニ本プレスいろんな個性の選手がいるので昔ながらのごっつい選手だったりとか今岡田っていう若いスター選手がいるんですけどそういうイケメンでより高い運動能力を持ってる選手がいたりとか。はい のいうことで僕はここ何年かずっと入り口としてですねプロスの広報担当としてでも、はい、まあ空中戦も多いんだけど、はい、あの見てて空中線って上からジャンプして上、まあ、に飛んだりしますよね上飛んだりするやつ、はい、あれは本番どうやるんでも どうなのあの上から。はい。いやー、<laughs> 高いですよ。高いでしょう、だって。そうですね。あの上だったら、目線入れたらもう4メートル。超えますよね。超えるでしょ、はい。ダイブするでしょ、はい、もうそれ、覚悟決めるしかないですね。あれ、そうだよね。はい、僕、あの、時々、あの、飛べって言いながら飛んでますね。<laughs> 自,分<に>自分に命令しながら。もう、思い切って、あの、うん バーンと飛飛ぶ時にべ戦ってる相手ともそんなに本気で怪我させたりそうですねギリギリのラインですね。のあプレスっていうのは年間130試合がありますのでまた次の土地でもその戦いを楽しみに待ってくれる方がいらっしゃるので怪我をするギリギリのラインのダメージで痛めつけて勝つという、はい、とこですね。はい 致命的な怪我を終わしてしまったら顔、はい、っていうかねなんか優しい感じがね、うん、まあ女性もなんかそういうところにこうグッときてる、はい、なので僕を見てプロレスを通して見てもらった場合に、うん、プロレスの怖さというところが先入観をまず書きしてる、はいはい、そうですねだから日本全国回りながらプロレスのイメージを壊して回りましたねなののでその 僕をを入り口ににしてプルースを見に来てス見来もらうと、はいうん、そしたら新日本プロレスいろんな個性の選手がいるので、はい、昔ながらの、ね、ごっつい選手だったりとかあの今岡田っていう若いあの、うん、スター選手がいるんですけど、うんはい、そういうイケメンでより高い運動能力を持ってる選手がいたりとかということで僕はここ何年かずっと入り口としてですねプロレスの広報担当として。 でも空中戦も多いんだけど、あの見てて、空中戦って上からジャンプして、上下に飛んだりしますやつあれは本番でも、どうなの、あの上から、いや高いですよ高いでしょう、だって、あの上たったら、目線入れたらもう四メートル超えます超えるでしょう、もうそれ、確保決めるしかないですね。 あれそうだよね、はい。僕はあの時々あのー、飛べって言いながら飛んでますね。<laughs> 自,分自分に命令しながら。もう思い切ってあのーうん、バーンとこう飛ぶときに。でもその戦ってる相手ともそんなに本気で怪我させたり。うんうん、そうですね。ぎりぎのラインですね。うんうん、そのコツが。 相当コツがあるわけですよね,すねあの、プレスっていうのは年間130試合がありますので、うん、ははまた次の土地でもその戦いを楽しみに待ってくれる方がいらっしゃるので、怪我をするぎりぎりのラインのダメージで痛めつけて勝つという、ですね、はい、致命的な怪我を負わせてしまったら、次の日、選手、出れなくなってしまうそうそう、はい、選手、例えばリング外にこう、はい、いるところの上から。はい ぐーってこうジャンプするとき、ボ、はい、キーとかなったりもありますね。その時僕、ボキとか、うん、この間あのここ、うん、雨の日がしたときに上階、うんはい、に飛んだんですよ。したら上階にいる選手の頭とこの目尻が当たってしまって。うんうん ボンと立ち上がったら血が出てて血が出ててなんて話じゃないでしょそういってとって一円でしょで僕コンタクトしてたのでコンタクトしてたコンタクトしてやってんですか危なくないですかあのちょっと学生の時に勉強しすぎて目が悪かったんでこういうところがうまいんだよねすいません勉強もできるんです勉強もできるんです はい、恐れ入りまそれでコンタクトリ血チが入って真っ赤の霧がヤン寺のお店でうちの味はこうだからこうやってくれっていうようなふうでビジネスが下がっていったんですね。うん、なのであ<ー>、あので、ー、あ 来てるお客さんが欲しい戦い、欲しい味を出すというか、<laughs> うん、創作料理のお店に変えたというか。上手な例えですよね、はい。ありがとうございます。具体的にはどういうことをしてみたら。あの、はい。特に女の子に受けたっていうのがある。でしょうあ,のうで、ね、あの、プロセスっていうのは先入観との戦いだったんですね。 とにかく怖いとかプロレスを見たことのない方に聞くとプロレスって怖いんでしょ血が出るんでしょとか痛そうとかいうまあ実際ねそういうのもあるんですけど幸いにして僕は周りプロレスラーっぽくないので体格とかはあるんですけどイメージとか威圧感を与える人間ではないのでそうななんだよ怖い顔じゃないんだいな優しい感じがねまあ女性も なんかそういうところにこうグッと来てるなので僕を見て通してもら僕を見てプロレスを投資見てもらった場合にプロレスの怖さというところが戦略感をまず書き捨てるそうですねだから日本全国もありながらプロレスのイメージを壊してもらいましたねはい。なのでその 僕をを入り口ににしてプルースを見に来てプス見来もらうと、はいうん、そしたら新日本プルレスはいろんな個性の選手がいるので、はい、昔ながらのこうごっつい選手だったりとかあの今岡田っていう若いあのスター選手がいるんですけど、はい、そういうイケメンでより高い運動能力を持ってる選手がいたりとか、はいはい、ということで僕はここ何年かずっと入り口としてですねプルレスの広報担当として。 でも空中戦も多いんだけど、あの、見てて、空中戦って上からジャンプして、上下飛んだりしますから、上飛んだりするやつ、あれは本番でも、どうなの、あの上から、いや、高いですよ、高いでしょ、だって、あの上立ったら、目線入れたらもう四メートル超えます超えるでしょ、ダイブするでしょ、もうそれ、覚悟決めるしかないですね。 あれそうだよね。はい、僕はあの時々あのー、飛べって言いながら飛んでますね。<laughs> 自,分<に>自分に命令しながら。<laughs> ふんふん,ふん、うん、もう思い切ってあのーうん、バーンとこう飛ぶ時に。<も>飛べってってその戦ってる相手ともそんなに本気で怪我させたり、うん。そうですねぎりぎりのラインですね。そのコツが。 相当コツがあるわけですよね、プレスっていうのは年間130試合がありますので、うん、また次の土地でもその戦いを楽しみに待ってくれる方がいらっしゃるので、ね、の怪我をするギリギリのラインのダメージで痛めつけて勝つという、うですねはい、致命的な怪我を負わせてしまったら、次の日、選手出れなくなってしまうのでう。 そうそう選手例えばリングしてくれる方がいらっしゃるので怪我をするギリギリのラインのダメージで痛めつけて勝つという致命的な怪我を負わしてしまったら次の日選手出れなくなってしまうのでああそう選手例えばリング外にこう、はい、いるところの上からグーってジャンプする時す、はい、ゴキとか。 なったりもありますね。その時僕、この間あのここ雨の日怪我した時に場外に飛んだんですよ。上外にいる選手の頭とこの目尻が当たってしまって、ボーンと立ち上がったら血が出てて、血が出ててなんて話じゃないでしょ。そう、いここ切った。でしょ？で僕コンタクトしてたので、コンタクトしてコンタクトしてやってんですか。危なくないですか？あのちょっと。 学生の時に勉強しすぎて目が悪くなってしまったのでこういうところがうまいんだよねすいません勉強もできるんです勉強もできるんです勉はい恐れ入ります。そうそうなんですそれでコンタクトに血が入って真っ赤の霧がかかったようなところで試合しましたけどうわー 自分の怪我はそれがもっとすごいのはないんですう眼下底骨折しましたねこっちの目のここに蹴りが入ってしまってここの骨に眼球を動かす筋肉が引っかかってしまって眼球が動かせなくなってしまってここの軟骨を移植して胸の下の軟骨を肋骨の間の軟骨を取ってここの穴を開いたところに眼下底に埋め込みましたね。 何日に一度ぐらいお医者さん行くんですかいやでもそういう大きい経済はアクシデントがほとんどなのででもそこを切ったんですよ切開して目の鼻と目の間目のもも動いてるうまいそしたらこっちずっと一重だったんですけど二重になったんです転んでもねただでは起きないっていうこの辺がねちがつくな先生ありがとうって言ってやった二重になりましたっつって 違う感謝をしてしまってついでにしれっと美容整形みたいな人生のモテ期はどうですかって聞いたら今まで全部って答える男が生まれてからずっとだからモテ期はでも今その若い女性がどん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 棚橋さんとかそういう人たちにファンクラブっていうかついているっていうのは昔とプロレス全然変わってきた感じじゃないですか そうですね。あのー、やっぱこうずっとこうやってイメージをあの壊してきたのも良かったのかなと思いますし、うん、あのー、少し前は草食系男子とかね、うん、文化系な男子がやっぱこうフィーチャーされたんじゃないですか。うんうん、これジュングリ結構あると思ってですね。さ最近飽きたんだ草食にジュングりますよ。<laughs> いや,いや確かにおっしゃる通りで、はい、やっぱり。